織田浅井連合軍の働きにより上洛を果たした足利義昭は第15代将軍に就任する。信長は義昭を統制下に置くと上洛命令に従わない越前朝倉家の討伐に向かった。その頃長政には抑えがたい感情が湧き上がっていた。今信長は長政に背を向けて朝倉討伐へ向かっている。あとは誰が長政の背中を押すかだった。近畿の将金ヶ崎追撃戦。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか？世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。己の道を行くだけだ。行こうか。攻めの背後を浅井に襲われようとは。信長様、しんがりはこのサルメにお任せを。織田の力を削ぐ好機逃すな。できる限り敵を討ち天下を引き寄せる。わしらは完全に包囲されとる。みんな散り散りに逃げた方がええ。兄上と天下に見せるのだ。敵将討ち取った。おっと、こっから先を倒さないで。開国前に将を討つのだと思った。うかつに近づけない。不運を果たす。織田勢がまた退却を開始した。速やかに撃て。これで終わりだ。
信長は逃がした。滝の面倒までは知らん。これで終わりだ。敵将討ち取った。行くぞ行くぞ敵将。せっかいとは存ずるが。
女性に参りましたぞ。俺たちも助けに来たよ。秀吉様は死なせない、絶対にね。みんないいぞ、これより一人も逃さず最後まで戦い切る。つらって生き残るのか。そんな主君の姿を見て家臣は納得するのか。生きてこそ果たせるものがある。その考え方は嫌いではない。敵将軍は討ち取ったのか。任せておけ。流れに乗ったまでも敵将軍討ち取ったり。敵将軍討ち取ったり。ここで引いちゃ神器を通せる。仲間は見捨てられねえ。行くぜ。行くぞ。哀れな虫が雲の巣にかかったわ。これで味方は有名と思われるわね。敵将討ち取った。
東堂高虎、大谷義継、そなたたちの先行を称して感情を送りたい。私のような下級の者の働きまで見てくださったのですか。先行に貴賤の別はないさ。働きにふさわしい恩賞を与えるのが主君の務めだ。ありがたき幸せ。このご恩、たとえ死しても報いましょう。高虎、死んではならぬ。乱世を生き抜き、新たなる時代を共に作ろう。それがしには今も、そして未来にも必要なのだ。そなたのように若く才気あふれる者の力が。長政様、ありがたきお言葉。大谷義継、そなたの軍略も見事であった。今それがしの軍勢はまだちっぽけだが、いつかそなたの力に見合った大軍を預けてみたい。その時は引き受けてくれようか。はっ。ご期待に添えるよう努力いたします。